リニア新幹線のボーリング調査は山梨県側から進められていて今月6日時点で静岡県の県境からは316メートルの地点まで進んでいます JR 東海は昨日県に県内で調査を実施するにあたり大井川離水関係協議会の了解を得たいとして協議会の意向を確認し回答するよう文書で要請しました JR 東海は 地質や湧水の状況を把握することが皆様の安心につながるとし県の専門部会でも一定のリスク管理が確認されていると説明また鈴木知事はこれまでに調査の実施については大井川利水関係協議会の了解を得る方針を示しています。